私モンテネグロのねコトロにいます。コトロでコトロがね世界遺産に認定されたとしアドリア海のね、なんか異例に入ってたんですよ。あ、そう、綺麗な街です。今いるところは旧市街です。旧市街に行くところなんですけどね、旧市街、まあクロアチアのドブロクニクで最近日本人でも有名になっていると思うんですけど、モンテネグロのコトロになってそれちょっとちっちゃく見せたいと思います。逆に言うとそれがね観光客があんまりいないと思うので、割とのんびりできるかなと思います。こんな感じで旧市街でこれが車中心なんだけど、レストランカフェなんかも結構あるんだよね。あ、そういった感じでね、お茶したりとか食事したりできます。でそこが入り口になって2カ所入り口があるらしいんですけどね、このうちの1カ所がそこになります。今この